さあ皆さん、えー、今回のテーマは地球の大陸についいてててちょっっとと考えてみたいと思っております現在、えー、我々は日本という太平洋のーユーラシア大陸の東の端極東の島国に住んでおりますね。そして、えー、西側にはユーラシア大陸。 東側には大きな太平洋がありその東のと先の方へ行くと北米大陸南米大陸があって大西洋があるというような現在の地球に我々は生活しておりますがものの本によりますと今から7億から6億年前ですね、えー ゴンドワナ超大陸というですね、えー、今の地球の大陸がみんなくっついたような大陸が、えー、南半球から赤道にかけてあったそうですそして、えー、これらの大陸というのは地球の中の中まあ中心部が核と言ってですね 数千度の、まあ、鉄がああ液体状になっている。その外側にはマントルというですね、これも、まあ、岩石を中心として、えーまあ、地球全体の中を動き回っているわけですが、その地球の表面はそのマントルの上を、まあ、あプレートという核がですね、 地球全体で約15個ぐらいあるらしいんですね、えー。ですからそこの地球の中のマントルの動きとか、プレートの動きによってこの大陸ができてくると。それでこの6億とか7億年前にあったゴンドワナ超大陸がですね、そこの大陸の中で 太平洋スーパープルーム。このスーパープルームっていうのは、そのマントルの深い部分からですね、巨大な上昇流が、まあ、上部に向かってくる。その太平洋のあたりでのマントルの動きが激しくなって、この大きなゴンドワナ超大陸、 が分裂し始めたそうです。そして、2億年ぐらい前には、その、ゴンドワナ超大陸が分裂した後、また、その大陸が集まって、まあ、あの、学会ではパンゲア超大陸と言ってるらしいんですが、そういうものができてきたと。そして、その、 アフリカと南アメリカ大陸って、まあ、くっついているような状態だったわけですね。それからヨーロッパと北アメリカも、もうこれもくっついているような状態だった。その、今の大西,大西洋ですね、にとって、大西洋スーパープルームが上昇して、この パンゲア大陸が分裂したとですからこのースーパープルームというそのマントルからの巨大な上昇流によって太平洋ができたり大西洋ができたりして大陸の形が、まあ、変わってくるという地球の歴史があるわけですね。それで 8300年ほど前、このパンゲア超大陸が分裂を続けて、その太平洋と大西洋のスーパープルームが、この深部マントルからの巨大,巨大な上昇流が断続的に活躍をしてですね、 火山活動がいろいろ発生をしてユーラシア大陸と北米大陸の合間が間隔がかなり空きそれからアフリカ大陸と南米大陸の合間にも亀裂が生じて今の大西洋ができてきてるわけですねですから地球の地図を見ると あの、アフリカと、えー、まあ、南アメリカなんか見ると、形が似てますよね。というのは、かかってはくっついていたから。えから、ユーラシア大陸と北米大陸も、まあ、くっついていたわけですよね。大、大西洋ができる前はね。ということで、えー、地球の現在の形というのは、その、大陸、 のが分裂してしまった状態と、それで現在、大、え、西、ー、洋スーパープルームの活動は次第に衰えて、これからあと2億5000万年ぐらい先にはどうなるのかというと、この大西洋スーパープルームの活動は続くけれども、 太平洋が徐々に閉じてくると。そして、オーストラリア大陸が北上して、そし、ということが、えー、ま、将来、起こるのではないかと、いろいろな専門家の方たちは予測しております。えー、我々が今すぐ、 住んでいる地球というのは人間の寿命がだいたい70年とか100年ですから短期的に自分が生きている時代のことしか考えませんけれども我々が住んでいる国とか大陸というのは地球の中がマントルが動いている。 その動きによって火山活動ができたりいろいろな変化で海ができたりして、えー、絶えず動いてると一定ではないんだと地球そのものも宇宙空間を動き回っています地球そのものも自転しながら好転をしてしかもさらに 太陽と一緒に宇宙空間をすごいスピードで疾走していて、地球そのものの内部も、やはり高温のマントルが動いて、やはり地球も大陸も、やはり一定ではないんだと。絶えず変化して動いてると。それが我々の住む地球であり、人間社会であるということを ちょっと考える必要があるんではないでしょうか。